んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは病気がちを治すです。あなたは病気がちではありませんか？しょっちゅうどこかが痛いと言って病院に行ってみたり、そして家族にはいい加減にしろよなどと言われている、そんな状態ではないでしょうか。そんなあなたでも、夫が恋人の頃は自分がどこかが痛いと言ったら夫は優しくしてくれて、何かを買ってくれたり甘い言葉をくれたりしたかもしれませんね。ということはつまり、あなたは今でもそれを期待しているのに、夫はもう優しくはしてくれず、いい加減にしろよなどと言って冷たいなって思っているかもしれません。つまり夫の方にしてみたら、しょっちゅう病気を作って病院に行って構ってもらおうとしているとか、心配してもらおうとしているとか、いつもいつも愚痴ばかり言って、そしてちゃんとやるべきことをしていない、そんな風に見えているわけです。これは本当でしょうか？本人はそんなことない、これは別に自分が病気になりたくてなっているわけではないって言うかもしれませんが、他人からは病気を作っているように見えるわけですね。実はこれは子どもの頃に作られた脳の回路によってこのような状態ができているんです。子どもの頃は確かにわざと病気になるわけではありませんが、でもちょっと病気になった時にお母さんが優しくしてくれた、他の兄弟をいつもは見ているくせに病気になると自分のところに来ていろいろと食べさせてくれたり、お父さんは何かを買ってきてくれたりなどと、自分が特別扱いされるという体験をします。するとそれを覚えていて、病気になると人は自分に優しいという回路ができてしまうんですね。こういうことが影響して病気がちになるということがありますので、これを今日は直していきましょう。いつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思ってください。これはできれば3歳ぐらいがいいですよ。そして目の前に大人の自分がやってきます。そしてこう言います。では聞いていてください。あなたは病気になるとお母さんが自分のことを優しく世話してくれて嬉しいって思ったんだね。いつもは弟や妹の世話をしているお母さんが病気の時だけはまるで赤ちゃんの時みたいにあなたのそばにいてくれて世話をしてくれて、声もとても優しくて幸せだって思ったんだね。いつもは自分でやりなさいって言われるお片付けなんかもお母さんがやってくれて楽できてお得だと思ったんだね。お父さんもお土産を買ってきてくれたりして自分に注目が集まって特別だと感じたね。大人の自分はそれで困っているよ。あなたがそうやって病気になって自分を特別に可愛がってもらおうとか仕事をサボろうと思っているから、大人の自分はいつまでもちょっとしたことで病気になったり体が痛むようになってしまったんだよ。だから大事な仕事の時にお腹が痛くなったりひどい咳が出たり、これじゃあ周りに迷惑をかけるよね。信頼してもらえないよね。自分でも不安だよね。だから注目されたいとか甘えたいからといって病気を引き寄せるのはやめなさい。人よりもか弱い自分をイメージするのはやめなさい。病気はお得じゃないよ。大損なんだよ。人よりも可愛がられたいとか特別扱いされたいとか優しくされたいからって弱くなるのはやめなさい。大人になったら本当に疲れて病気がちになって早く老化してしまうよ。好きなこともできなくなるんだよ。恐ろしいことなんだよ。
だからあなたの体は自分でちゃんと管理しなさい。強くなりなさい。疲れたと言って座り込むのはやめて筋肉を鍛えなさい。病気は得じゃない、大損なんだからね。食べるものもちゃんと自分で管理して体に良いものを食べなさい。いつも健康を作り出すよう努力しなさい。できるよ。あなたの体はあなたのものなんだからね。いつまでも赤ちゃんみたいにお母さんが世話してくれるとかお医者さんが治してくれるなどと思わずに、自分で自分の体をちゃんと管理して治していきなさい。そして病気にならない体を作っていきなさい。できるよ。やりなさい。